本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカによる福音書8章16節から21節です。明かりをつけてからそれを器で隠したり、寝台の下に置いたりするものはありません。食台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。隠れているものであらわになるものはなく、秘密にされているもので知られず、また現れないものはありません。だから聞き方に注意しなさい。というのは、持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っていると思っているものまでも取り上げられるからです。イエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のためにそばへ近寄れなかった。それでイエスに、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに会おうとして外に立っていますという知らせがあった。ところがイエスは人々にこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人たちです。アーメン。私は大学生時代に文学を専攻しました。そして学生の頃、イギリスの劇作家ウィリアム・シェイクスピアの作品のいくつかを学び、何編も読みました。その当時感じたのは、シェイクスピアの作品は面白いなまででした。しかし大学を卒業して神学大学院に通っていた頃、キリスト教と文学という選択授業を受講しました。その科目を教えてくださった方は、元はシェイクスピアが専攻の大学の英文学科の教授でしたが、後に神学を学び牧師になられた方でした。そのため神学大学院に通いながら、シェイクスピアの作品をいくつも読むようになりました。しかし同じ作品を読んでも、大学生の頃とは感じ方が違いました。シェイクスピアの作品が人間の群像をどれほど上手に描写されていたかというと、大学生の頃とは全く異なる作品を読んでいるようでした。これは私がこの世と人を理解する幅がそれほど変わったからです。きっとまた改めて読むと感じ方が変わっていると思います。神様の御言葉である聖書も同じです。私が大学生の頃に読んだ最初と、神学大学院の頃に読んだ聖書、スイス・ジュネーブで外国人、異邦人として読んだ聖書は、その受け取り方がだいぶ違っていたことを覚えています。私の生活の場が変わると、神様の御言葉の中でも、私に深く近づいてくる部分が異なりました。また、私が牧会者としてではなく、クリスチャンとして、そして主の弟子として、規則的に、また絶えず聖書を読んでいます。ところで、特に目に留まる箇所は毎年変わるようです。とても有名な箇所が刻まれる時もあれば、自分も知らずに笑みを浮かべている箇所もあったり、以前は何事もなく通り越した箇所や、特に心に伝わってこなかった箇所が胸に刺さり、長い間離れずにいたり、その御言葉を通して生活が矯正されたりもします。神様の御言葉に触れるときに、このようなことが起きるのは、私たちの人生の土壌と私たちの霊の土壌が毎時いつも違うからです。これまで5週をかけて種まきの例えの御言葉を学んできました。先週お話ししたように、私たちは4つの土地の中で一つの土地だけに属しているのではなく、私たちの人生の霊がその4つの地を繰り返して回っていると言っても過言ではありません。
まるで春夏秋冬と四季があるように、私たちの人生と霊にも最低でも4つの異なる季節があると言っています。クリスチャンの家庭で生まれたのではなく、青年壮年やその後に主と人格的に会い、信仰生活を始められた人の共通した告白の一つが、当時は気づけなくても神様が何度も自分を訪ねてくださり、自分の人生の扉を何度も叩いてくださったということです。元の自分はキリスト教の木という文字を聞いても気分が悪くなったり、呆れ、教会の教という文字だけでもその場所は狡猾な人間の集まりと考えていたのに、今振り返ればミッションスクールに通いながらいやいや参加していた礼拝が、神様が定期的に自分を探してくださっていたことを悟り、友人の勧め、職場の同僚や知人の伝道は自分の心の扉を叩いていたことだということを悟るようになったということです。このように私たちの人生と霊の土壌が変わり、人生の季節も変わりました。神様が私たちの霊の土壌に触れてくださっていると感じる時があります。その時に正しく反応することができなければなりません。御言葉を読むと理解できないほどの喜びがあふれて涙が流れるのは、神様が私たちの霊に触れてくださっているからです。礼拝の時間に説教を聞くときに、その御言葉が自分に向けたメッセージのように聞こえるのは、その牧師の説教が良いからではなく、神様が私の霊の土壌を耕してくださっているからです。その時に従わなければなりません。イエス様が聞かせてくださった御言葉、四つの種まきの例えは、すべての例えの中で唯一、教官福音、マタイ、マルコ、ルカの福音書すべてに記録されている例えです。この例えがそれほど重要だという意味のはずです。また、イエス様がこの例えを伝えられた時に、聞く耳のある者は聞きなさいと叫ばれました。信仰生活を送るにあたって、神様の御言葉を正しく聞き取ることほど重要なことはないからです。しかし神様の御言葉を聞くことは耳だけでできるものではありません。目で聞いて、心で聞いて、生活でも聞きます。御言葉を正しく聞くことの重要性はこの例えでにとどまらず、イエス様は今日の本文でまた違う例えと事件を通して話されました。16節がこのように明かししています。明かりをつけてからそれを器で隠したり、寝台の下に置いたりするものはありません。食台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。イエス様は種まきの例えの後に明かりの例えについて話されました。今は全世界で電気が通じない地域はあまりありません。また電気が通じないとしてもマッチやライターまでない地域はほとんどないと思います。しかし当時はそうではありませんでした。
明かりももちろん貴重なものでしたが、明かりをつけること自体が簡単なことではありませんでした。そのため外出するときには明かりが完全に消えないほどに小さくしてから外出し、帰ってきてからはその明かりを明るくして食台の上に置いて生活していました。この例えは決してイエス様がただ明かりをどのようにつけるか、またその明かりをどうやって消えないようにするかについて説明しようとして話されたのではありません。この例えと似た内容をマタイの福音書でも見つけることができます。マタイの福音書5章14節から16節です。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。イエス様はあなた方は世界の光ですと言ってくださいました。光の最も重要な機能は暗闇を照らすことです。そのためあなた方は世界の光ですという言葉の裏には、世界は暗い場所だという意味を同時に含んでいます。世界でどれほど暗いことが起きているかわかりません。暗闇が人を支配するとどれほど醜くなり、どれほど悪になるかについて私たちは新聞や放送を通して毎日見て聞いています。光が重要なもう一つの機能は導くことです。漆黒のような夜、月明かりや星の光すらほとんどない夜に、ヘッドライトが壊れた車を運転して崖のある山道を運転することを想像できるでしょうか。電灯のない高速道路でヘッドライトがないと、たった数メートルも先へも見渡せませんが、ヘッドライトをつければ数十メートル先まで見渡すことができます。もしヘッドライトを上向きに調節するなら100メートル以上先まで見ることができます。イエス様は世界は暗闇の中にあるだけでなく、進まなければならない方向まで分からなくさせる場所と定義されました。ただクリスチャンがその暗闇を覗くことができ、正しい方向に導くことができると話されます。それほど主は私たちクリスチャンを信頼しておられ、私たちの役割が大切だということです。イエス様が主の弟子たちに、そしてクリスチャンである私たちに向けて明かりのような存在であると話されてから、続いてこのように話されました。十何節です。隠れているものであらわに並ぶものはなく、秘密にされているもので知られず、また現れないものはありません。くしゃみと恋は隠すことができないという言葉があります。無表情でいて急にくしゃみをする人はいません。くしゃみをしようとする人の表情を見るだけでも面白いです。恋もそうです。恋に落ちると数日に一度髪を洗っていたのが一日に2回洗うようになったり、つけていなかった香水をつけるようになったりもします。またそれまでよりも化粧に気を使うようになったり、十分きれいに化粧ができても
まだキリではないと思うようになったりします。またクローゼットの前で悩む時、時間も長くなり、クローゼットの中にこれ以上かけることができないほどの服でいっぱいなのにも着る服がないと考えるようになります。そのため恋すると隠すことができない変化が出てきます。街中を歩き回ることを禁止する通行禁止時間、また親が子供に帰宅する時間を決める帰宅時間門限を英語ではカフィと言います。この単語はフランス語のクブレヒューが火を消すという単語から来たと言われています。1977年、1990年まで韓国では10日完成訓練という制度がありました。戦争中に敵の夜間空襲に備えるための訓練です。夜の10時になると訓練空襲警報を知らせるサイレンが鳴り、家の中のすべての明かりを消してカーテンを閉めました。光が漏れることのない空間だけ明かりをつけて、家族がその場所に集まったりしました。その時に窓から外を見渡すと一面真っ暗でした。しかしよく見ると少しずつ光が漏れている家もありました。光をずっと隠し続けることは不可能なことです。どんなに小さい光だとしても光があればその周りは明るくなります。神様の御言葉を抱いた人ならば、時間が過ぎれば必ずそれが現れてきます。イエス様は続けて御言葉を守ることがどれほど重要なことか、このように話されました。18節でこのようにお語りになっておられます。だから聞き方に注意しなさい。というのは、持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っていると思っているものまでも取り上げられるからです。同じ御言葉を同じ場所で聞くとしても、同じように実るのではありません。また同じ御言葉を同じ時間に聞くといって、同じ分だけ光を放つようになるのでもありません。そのため私たちに御言葉の聞き方に注意しなさいと話されるのです。しかしこの説の後半はどこかで見たことがあるような説でありながら、どこか腑に落ちません。マタイの福音書25章にタラントの例えが出てきます。ある主人が旅に出かけるときに3人のしもべを呼んで、おのおのの能力に合わせて金5タラント、2タラント、1タラントを渡しました。金1タラント、約34キロは現在の価格でいうと約27億ウォンにもなります。時間が過ぎてから主人が帰ってきて、タラントを預けたしもべたちを清算しましたが、5タラントを預かった者はさらに5タラント儲け、2タラントを預けた者はさらに2タラントを儲けました。主人は2人のしもべに向けて同様に、よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれと褒め、二人のしもべは主人と一緒に喜び合うことができました。しかし1タラントを預けたしもべはその1タラントをそのまま持ってきてこのように言いました。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。
この言葉を聞いてから腹が立った主人はこのように言いました。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っている者にやりなさい。私たちは主人が5タラントを預かって、5タラントを儲けて10タラントを手に入れた人が、1タラントだけを預かった人に1タラントをあげればいいのではないかと思うかもしれません。そうすると3人のしもべはそれぞれ9タラント、4タラント、2タラントを手に入れたことになり、はたから見ても格好が、良いように見えます。しかしむしろ主人は1タラントを預けた人からそれを取り、すでに10タラントを持っている人に渡しなさいと言われました。そして結論的にはこのように話されました。マタイの福音書25章29節です。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのです。今日の本文と同じ内容です。この御言葉の意味は、勉強で言えば、勉強が得意な学生は自分の知識を基礎として、その上により多くのものを積んで高く深い学問の道に進むことができるならば、知識が少ない学生は知識を進むのになおざりになって、以前は少しでも知っていたものさえわからなくなることと同じです。主人に褒められたしもべと叱られたしもべの違いは、主人の言葉を正しく理解したかしていないかにあります。私たちの信仰生活でも同じように適応させることができます。私たちの信仰は神様の御言葉をどのように受け入れるかによって変わります。神様の御言葉を命のように考える人には、聖書は命の御言葉になり、神様の御言葉を光のように考える人には、聖書は人生の暗い道を歩む時でもその足元を照らす光、明かりになります。その人の人生の方向を示す光になります。一方、神様の御言葉を急な時だけ適当な箇所を開いて読む人にとっては、聖書はお守りに近いです。また神様の御言葉を教養程度に考えている人には、聖書は教養書籍程度で、神様の御言葉をアクセサリー程度に考える人は、御言葉が必要な時には求めて、そうでない時には背を向ける、その信仰も耳飾りのように行ったり来たりするのです。私たちがそれぞれ神様の御言葉に真摯に耳を傾けるほど、私たちの信仰はより真実なものとなり、真面目なものになります。また私たちが神様の御言葉を抱いて飲み込むなら、その次には神様の御言葉が私たちを飲み込んで、命の実と真理の実を結ぶようになります。そのため私たちが神様の御言葉を守ると、その次には神様の御言葉が私たちを守ってくれるのです。今日の本文は、神様の御言葉が私たちの信仰にどれほど重要であるかを強調させるためにある事件を紹介しています。
19節20節です。イエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のためにそばに近寄れなかった。それでイエスに、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに会おうとして外に立っていますという知らせがあった。この御言葉はその前の事件とつながっているものではありません。マタイの福音書とマルコの福音書の順序に沿うと、イエス様が種まきの例えについて語られる前に、ある人の家で御言葉を伝えられましたが、たくさんの人が押し寄せて食事する時間もない時に、ある人がイエス様に、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに会おうとして外に立っていますと伝えました。それでもルカが種まきの例えとイエス様の家族が会いに来た出来事の順序を変えて記録したのは、神様の御言葉を聞いて含むことがどれほど重要なことかを強調するためのように見えます。この時にイエス様のお母さんと兄弟たちがイエス様に会いに来たのは、人々がイエス様は頭がおかしいと非難することがありましたが、本当にそうなのか、食事をちゃんと取っているのかを確認して家に連れて帰ることを説得させるためでした。つまりただ人間的な心配で会いに来たのです。しかしイエス様は本当の家族はどんな人なのかをこのように説明されました。21節です。ところがイエスは人々にこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人たちです。この御言葉を聞いた家族は寂しいと思うかもしれませんし、イエス様が家族を無視しているのではないかと考えるかもしれません。もちろんそのような意味ではありません。後に十字架につけられ、母マリアを弟子ヨハネに預けて、兄弟のヤコブが初代教会の指導者になったのを見ると、イエス様が家族を無視したり背を向けたことは決してありませんでした。しかしイエス様は、主の家族は神の言葉を聞いて行う人たちと定義されました。誰でも神様の御言葉を聞いて行うならば、老若男女貧富の関係なく主の家族になることができます。私たちがそれぞれ主の家族になるためには、御言葉を正しく聞いて行う人にならなければなりません。つまり御言葉を聞いて行う私たち100周年記念教会の共同体が主の家族です。私たち100周年記念教会は、コロナ禍になる前から主日礼拝、水曜の聖書の学び、明け方の祈祷会などをライブで中継してきました。コロナ禍になってからは映像を通して主日礼拝や聖書の学び、祈祷会に参加される教友の皆さんが以前よりもずっと多くなりました。オンラインで最も大きなメリットの一つは、自分がどこにいても礼拝に参加することができるということです。これは私たちの教会の所在地のソウル真っ北ではない、ソウルの他の区や首都圏地方にいても同じ時間に礼拝に参加することができます。さらに外国にいたとしてもライブで参加することができます。これはオンラインでの大きなメリットです。しかしオンラインによる大きなデメリットの一つは、集中することが難しいという点です。特に一人で礼拝を授けるときがそうです。オンラインで礼拝や聖書を学び、祈祷会に参加するときは心から参加できるようにしましょう。
特に主日礼拝を捧げる時には礼拝堂で礼拝を捧げる時と同じような服装で礼拝に臨んでください。そうすればより集中することができ、自分を完全に神様に捧げることができます。もしオンラインで礼拝を捧げることが心を乱らせて神様に自分を完全に捧げることができないなら、礼拝堂で礼拝を捧げましょう。これが私たちの信仰をより成長させて成熟させます。区域聖書の学びでも同じように考えることができます。主日礼拝の中で信仰生活の総論を学ぶとするなら、区域聖書の学びでは信仰生活の各論を分かち合います。自分と似た生活の位置にいる区域のメンバーがクリスチャンとしてどのように生きているのか、どのように御言葉を適用させて生きているのかを分かち合うと、主日礼拝を捧げる恵みとは異なる主の神秘的な見てを経験することができます。重要なのは、主日礼拝と区域聖書の学びを通して神様の御言葉を聞いたり直接読んだりと、どんな方法であれ私たちが神様の御言葉を正しく読んで行わなければ、私たちはこの世で光の役割を行うことができず、健康な主の家族の一員になることもできないということです。今日は私たちに永遠の命を与えてくださるために、私たちの代わりに十字架につけられたイエス様の苦難を覚え、記念するための苦難主日です。私たちは元は暗闇でした。そのため偽りと罪で死んだ存在でした。しかしイエス様が十字架で贖いの血を流されたことで、私たちは永遠に生きることができ、永遠の光であられる主の光を受けて私たちの光となりました。また私たちは本来キリストの外にいた人で、神様の家族になることができない人でした。しかしイエス様が私たちの罪を永遠に許してくださり、神様と私たちの間の橋となってくださったことで、私たちはキリストの中にある存在となり、主の家族となりました。イエス様は神様の御言葉を聞く弟子たちに、あなた方は世界の光ですと言われました。英語やフランス語のようにギリシャ語も動詞の形が様々です。英語では主語の認証と数によって B 動詞が Am, is, or などで表現されます。また一般動詞では三人称単数の動詞に S がつきます。フランス語は英語よりもずっと動詞の形が様々です。ギリシャ語は主語が 1,2,3 人称の時、動詞の形が全て異なり、また主語が単数と複数の時にも異なります。そのため動詞の形を見れば、その主語と認証と数をが分かることができます。そのため主語が代名詞の時には主語を省略することが一般的です。しかし主語が代名詞であっても、その主語を強調する時には省略することなく表現します。例えばイエス様が、私が道であり真理であり命です、私はブドウの木です、私は良い牧者ですと話された時に、すべて主語が使われています。これは私以外には道も真理も命もなく、私を通じなければ実を結ぶことができず、ただ私だけが良い牧者であると強調するためです。そしてイエス様は、あなた方は世界の光です
と言われた時に主語を使われました。この御言葉で最も強調されているのはあなた方です。この世界で光の存在はこの御言葉を聞いている弟子たちあなた方であると話されているのです。そのためあなた方だけがこの世界の暗闇を照らすことができ、あなた方が方向を見失った人々に正しい道を導くことができるという意味です。しかしイエス様の御言葉を聞いていた弟子たちはどのような人々でしたでしょうか。韓国で長官や次官や国会議員ほどの人々だったでしょうか。それとも韓国でも最も大きな企業理順を出す会社の代表や役員にあたる人々だったでしょうか。それとも大学の教授や他の人にはない知識を持った人だったでしょうか。彼らはガリラヤの漁師出身で、また自分の信念にとらわれた熱心党出身者だったり、また当時の人々に指を向けられた税金取りもいました。イエス様はこのような何もないような惨めに見える人々に、あなた方は世界の光ですと言われることに少しもためらうことがありませんでした。彼ら自体が素晴らしいからではなく、主の御言葉が命の御言葉であり真理の御言葉であるため、その御言葉を正しく聞いて飲み込んで、主の御言葉通りに真実に主の使徒として人生を歩みました。当時彼らは世界の人では見る値打ちもなく、みすぼらしく見えたかもしれませんが、主の御言葉が彼らを作り変えて、彼らが伝える御言葉が今の私たちにまで伝えられています。今日のこの時間、御言葉を聞く私たちにも、この世に打ち勝たれたイエス様は、あなた方は世界の光ですと言われることをためらわれませんでした。世界の光や灯台のような存在です。漆黒のように暗い世にも、高い波の中をかき分けて進まなければならない船にとって、灯台はなくてはならない存在です。この世界を生きていく人々はまさに船です。私たちはそんな人生に正しい道を照らす存在です。しかし一つ私たちが忘れてはならないものがあります。灯台は決して自ら光を放つのではありません。灯台には正しい灯台守がいなくては灯台らしくいることができません。永遠の光であり、永遠の灯台守であるイエス・キリストが、私たちをこの世を照らす灯台とするために十字架で贖いの血を流されました。そのため主につながり、主の御言葉に耳を傾けるときに、私たちは世界を照らす命と真理の灯台になることができます。そしてこの世に打ち勝つことができます。そのため私たちの信仰生活で御言葉を正しく聞くことよりも重要なことはないのです。だから聞き方に注意しなさい。というのは、持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っていると思っているものまでも取り上げられるからです。お祈りいたしましょう。父なる神様、
今日までの6週間、私たちの人生で神様の御言葉がどれほど重要で、またその御言葉がどのように聞くかによって結果が変わることを確認しました。私たちの人生で命の実りと真理の実りを結ぶことは神様の御言葉なしでは不可能で、正しく聞かなければこの地で光として生きていくことができず、主の家族になることもできないことを知りました。それでも私たちはたくさんの歳月を神様の御言葉なしで生きてきました。ただ礼拝に参加することと自分のこの世の知識をうまく混ぜながら生きていくことであると間違えていました。私たちを光としてくださるために、また神様の家族としてくださるために、十字架で贖いの血を流された主の苦難を覚え、記念する苦難手術にもう一度心の襟を正します。灯台が灯台であるのは灯台守りがいるからです。永遠の灯台守りであられる主が私たちの人生という灯台を委ね、主と主の御言葉に耳を傾けることで、人々を主に導く命と真理の灯台になることができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。